桂吉朝、桂吉朝、桂吉朝、本名、上田博久、1954年11月18日から2005年11月8日は、大阪府堺市出身の落語家。出前市は、当初、芸者ワルツ、後に、ゲッキザル。人兄弟の末っ子で、成果は印刷業だった。大阪府立、今宮工業高等学校では、 落語研究会に所属。高校時代から素人名人会に出演。この頃三代目、桂米之助のもとに稽古に通った。これは米之助が基地長も参加した素人寄せの落語村、福島近藤青少年ホームの指導をしていた縁による。三代目桂米之助からは、東の旅をネタ付けされる。高校卒業後は、家業の手伝いを経て、 1974年1月に三代目、桂米朝に弟子入り、米朝を選んだ理由は、話の知的センスだったという。入門の際に、吉兆の東の旅、発端を聞いた米朝は、これはもう教えることはないと言って、商売根門の稽古をつけ、これが初講座のネタとなった。後に、米朝は、自身の芸を、死者には50を教え、 吉朝には百を教えたとインタビューで答えている。戸田学は入門当初から落語ファンには一定の評価はされていたと記している。桂瀬に朝とは入門時期が近くやや遅れて入門した桂ツ八と共に米朝宅で三年間住み込みの弟子となり四畳間の部屋で三人暮らしの生活を送ることとなった。米朝曰く一番きっちりしていたのが船長で、 毎度のように遅れて寝起きしては怒られていたのが、米八、そして掃除が終わった後に食卓に、いつの間にか座っているのが吉兆であった。七段目、タコ芝居、七夜芝居などといった芝居話を得意とし、地獄八景猛蛇儀以外にも、百年目、あたご山、高津の富、千両みかんなどの師匠米朝譲りの、大ネタに、現代のセンスにあった。 くすぐりを加え独自の世界を切り開き米団、おさむ系の後継者と言われていた。また、ふぐ鍋、天才、化け物使いなどの他の一門の持ちネタも自らの持ちネタし、面白さだけでなく、こなせるネタの幅広さは、東大一と噂されていた。1993年5月21日に、三景ホールで初の独演会を開催。米朝一門で、 同ホールでの独演会は、米朝、二代目、桂史尺、二代目、桂ザコバ、三代目、桂南光に次いで五人目であった。以後、2004年まで十二回を数えた。若い頃から船長、桂すすめ松、現、三代目、桂文之助らや、高男子の極道南さえも門のと勉強会を開催した。落語だけにとどまらず中島ラモの劇団。 小説軍団リリパッドアーミーの役者としても踊らした、ほか、坂本淳二監督の映画、大手、1991年に、将棋の師匠役で出演もした。また狂言師十三世、重山千五郎らと共に、狂言と落語をミックスさせた、落ちことの講演を行う一方、文楽の桐竹勘十郎。 豊竹英大ブラとも親交が深く、文楽と落語をコラボレーションさせた会を開催するなど、他ジャンルの芸能との交流も深かった。また、桂瀬に朝と組んで、中田大丸ラケット、宮川左近ンのモノマネもやっていた。弟弟子の桂部左べと共に、日本のアニメーションの元祖とも言われる、西木影を演じるなど、新しい身にも意欲的であった。その才能と実力から、 情報落語界の次世代を担うホープ、また、米朝の後継者として期待されていたが、1999年に、がんを患い、手術を受け一度復帰したものの、2004年10月になって、がんを再発。その後治療を続けながら、講座を務めていたが、すでにがんは、末期の状態であった。二千五年十月二十七日に、国立文楽劇場で行われた、 米朝、基地長の会で、師匠の米朝が、基地朝立っての希望で近年講座にかけることが少なくなっていた、タヌキの際を講演。基地長は、当初、フグノベと弱帽子の二席を予定していたが、楽屋では、異質競いの元酸素を吸入しながら45分以上をかけて弱帽子を演じるのが、精一杯で、フグノベを演じるとはできず、 劇場の前を偶然通りかかったというスズメマツが、代わり目を代演して、穴を埋めた。終演後しばらくは、観客からの拍手が鳴りやまなかった。そして、吉朝にとっては、それが生前最後の講座となった。それからわずか十二日後の2005年11月8日、心不全のため、兵庫県天ヶ崎市の病院で死去。直前まで吉地長が、米団治むを、三代目、 桂小兵長が、米朝を襲名する話が進められていたが、基地長の死去により実現しなかった。後に、小兵長が、五代目桂兵団ベイを襲名することになる。生前、兵団ダン・を襲名するのかと問われた、基地長は、どっちかというと、ソロリ・新左衛門の方がええねんけどなぁ。堺出身やし、と答えたという。 長男の植田光介は1983年生まれ、2007年頃からカメラマンとして活動を。弟子は他の子弱、ザコバ一門と異なり、大師匠である米長宅に住み込みで内弟子修行をするのが慣例となっていた。次家弟子、孫弟子2005年12月21日の桂吉朝を送る会で、満中印子として三列車に配られたもので、後に、 限定1000枚で制作された。番号は命日を入れた。基調1108。収録されている弱防止は最後の講座。くっしゃみ講深山学での特典 CD 付き。読売テレビ YTV の平成購買亭第47回で放映されたもの。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。